こんにちは、ETC スタジオのカイトです。今回は GB250 クラウマンホンダのバイクなんですが、このバイクの前輪の、この前輪にこのブレーキがあるんですが、このブレーキフルードのこの窓のところからですね、ブレーキフルードがちょっと漏れてるので、それを直していきたいと思います。やっていきましょう。まずは劣化したマスターシリンダーの窓を外します。蓋のネジは舐めやすいので気をつけて緩めてください。蓋とダイヤフラムを外して、中にあるフルードをスポイトなどで抜いた後、ゴミが入らないように養生します。劣化した窓は柔らかいので、ドリルなどで穴を開けて、穴からペンチを差し込んで引っこ抜きます。テクの原理を使えばそれほど難しくなく取れます。中のステンレスプレートも同様の方法で簡単に取れます。次に古いガスケットを外しましょう。窓の劣化プラスチックがまだ残っていたので外します。隙間がほとんどなく、マイナスドライバーを使っても取れませんでした。ピックツールなどの細い工具を使うことで外すことができます。そうすると劣化してこびりついたオーリングが見えるので、こちらも取ってしまいましょう。オーリング、プラスチックの窓、ステンレスプレート、実はこれで全てではありません。窓の金属製リングが残っていますよ。これが結構硬い。オーリングを外してできた隙間にマイナスドライバーを差し込んで、テコの原理を使えば外れます。次に清掃です。オーリングがこびりついた跡やプラスチックのカスなどが残っているので、耐水ペーパーで少し磨いてパーツクリーナーで掃除します。新しいガスケットをはめます。これが Amazon で買った新しい窓、2つ付いてきました。オーリングにシリコングリスを塗るとゴムの耐久性が上がるのでおすすめです。グリスを塗って奥の方にセットします。いよいよ新しい窓をはめます。窓の中心を押すと割れるので、窓枠を均等に押すために万力を使ってみました。しかしなかなか均等に入らなかったので、小さい木材を当てて上から半まで叩いて入れました。この方法でやると綺麗に簡単に入りますよ。はい、マスターシリンダーの窓を無事に交換することができました。簡単に交換することができましたね。マスターシリンダーごと、これですね、ごと変えることもできるんですけれども、これ本体自体がですね、大体5000円から安くて5000円、高いでも1万円ぐらいするんですけど、中古でもそのぐらいするんですが、それよりはこの窓簡単に変えられるので、ご覧になっていただけたようにですね、 Amazon で1000円から1500円ぐらいで買えます。しかもこれ2個ついてきて、その値段で、1回失敗は引くと。なのでぜひやってみてください。リンク概要欄に載せておくので、ぜひチェックしてください。またわからないことございましたら、コメントどんどん書いて送ってください。なるべく答えるようにしますので、よろしくお願いします。